立浪監督は、攻撃が淡白に映ってたかもしれないけど、ミーティングをして、狙い球を絞ってやってる中で、打ちに行けたところもあるし、そうじゃなかったところもある。もう少し徹底して、思い切りを出してやってほしい、と積極性を求めた。チームは、今月初めての3連敗で、今季ワーストの借金7とした。立浪監督は、今が踏ん張り時。また明日、全員で白星を取れるようにやっていきたい、と前を向いた。ワースト記録ばっかりどんどん作ってみっともない。今の戦力値で勝つ方が難しい。しかし木下、復帰2連敗。なんでいきなりスタメンにする？それとも最後通告か？もう終わりやわ。もう、ずるずる借金は増え続けるよ。上がる材料がない。首脳陣もそうやけど、選手もやばいやろ。細川カリステイタ山、外人選手た球団の選手しか奮闘してないやん。中日ドラゴンズ昨年の得点数に並ぶのに残り70試合222点で1試合平均約 3.2 点が必要です。今の感じじゃ絶対昨年に届かなくて草。今日の客入りなら来年も立浪の可能性あるんじゃねえかな。球団からしたら辞めさせる理由がない。まあヒットは出てたから対策はしてるんだろうけど、ランナー出た後もミーティング通りコツコツ打ってこうで勝てる投手と思ってたかのような発言だね。昨日高橋宏斗で負けたので、今日の結果も予想通りとも言える。次の高橋の登板までは苦しい戦いが続くだろうな。こんなミスタードラゴンズを見たくなかった。